前橋シティ FM のスタジオから昼時はしごカフェ生放送でお届けします。本日の担当はあーちゃんこと磯日彩香です。よろしくお願いします。よし、それでは皆さんのねお便りを読んでいきましょうか。ラジオネームトゥーパンプさんからいただいていますよ。新聞でお切り込みの記事を読みましたと。コンビニ大手と群馬県がコラボした群馬県産のお切り込みが今日から販売されているそうです。あー、今私お切り込みの匂いがしてきましたよ。メール読んでたらそう、私ね結構それ特技かもしれなくて、何かメール読んだりとか写真を見たりとかするとその匂いが出てきちゃうんですよね。で、販売記念イベントにはぐんまちゃんも来ていましたと。私はぐんまちゃんから手渡してお切り込みを買いましたと。あら、いいですね。ぐんまちゃんのねぬくもりも入ってますかね。今それを食べながらメッセージを書いてくれてるそうです。あ、じゃあそれがねこのお便りですよね。コンビニはデパートやショッピングセンターと違い個人商店であることがあまり知られていません。看板は同じでももともとタバコ屋さんだったりお酒屋さん、お米屋さんだったお店が多いのです。そうだったんですか。はあ。私の家は駅前にありますが買い物をするお店がなくて、私の母は買い物難民でした。でも町内の乾物屋さんがコンビニになったので、うちの町内のお年寄りはとても喜んでいます。一人暮らしのお年寄りでもレンジでチンするだけで温かい一人前のお切り込みが食べられる。コンビニがあるだけで一人暮らしのお年寄りはとても心強いと思いますといただきました。あ、そうなんですね。よく私ちょっと前まではお年寄りの方がコンビニなんてって言ってる声よく聞いてたんですけど、今はそのコンビニ業界が発達したおかげでお年寄りの方も便利にね変えて、でお年寄りの方でもこう栄養があるものを食べれる、そういう商品も確かに置いてありますからね。すごい、時代はいい方向に動いていますね。よかった。じゃあね皆さん今日はねよかったらコンビニでお気に込み食べてみてはいかがでしょうか。美味しいんだよね。群馬県に生まれてきてよかったなと思う瞬間でございます。